20分で倒せか、厳しいな、まあ、やること一緒ですからね、よくわかんないんで、もう、あ、ちょっと耐性装備いつものまた忘れましたね、ハルグリさんね、どうなんでしょう、やってみましょう、もう、やること一緒なんで、もう、うん、いやいやいや、あんま固まらない方がいいんじゃないですかね。がいいかな、チャージ効かねえかな、お、チャージタックル効きますね、全身全霊、こちらはなんだ、ダークネスショットなのかな、チャンス来た、チャンス、チャンス、なんか固まってますね、大丈夫かなこれ、僧侶さんがですね、聖樹を撒いてくれりゃいいんですけどね、コンピューターですからね、おっと、ちょっと待ってくださいね、なんだ、クロックでもしておくか、配信配信配信しちゃうもん、そのストスナイプ、ハルベリが動かせない、あ、聖樹を撒いてくれてますね、シャイニングボー、どういった、チャージかぶったか、もったいねえな、あれフォースブレイクでもやっとくかな、あと、おっとっと、おっと、なんなんでしょう、ライトフォースとか作るかな、フォースブレイク、あんまり動けないな、ロストブレイク、ちょっと弓盤巻いてきました、弓盤なんか効かねえだろうな、岩だ、黄色になったな、新刃は結構ハルベリさん強いですからね、宝珠持ってますからね、チャージどうだ、おっしゃ、新全力フォース、あっと飛ばされた、プラズマブレードを出して、あれ来ねえかな、マジックルーレット来ねえかな、あっとっとっと、二人とも吹っ飛んでますね、ルーレット来てほしいんですけどね、うん、何も喋れません、チャージ来い、よし、ルーレット来ないですね、レジーナさん MP 大丈夫かな、これあらららしんどいですね、あっとっと間違えた、はいはいはい、天使の矢でもした方がいいのかな、モキガードされた、せっかくの全身全霊斬りが、天使のようにしとこう、誰か死んでる、タニアも死んだ、あ、グランドクロスが来てんのか、
世界中でも使うかな。あ、レジーナ死んだな。世界中のいちゃいもういいや。いや、もう、あ、向こう使えねえとか。動けなくなりました。レジーナに使え。もうちょっとだと思うんですけどね。ああ、また死んだレジーナ。ああ、ハルベリも死んだ。厳しい、これは。おお、ありがとう。何もできないですけどね。何しようかな。困ったな。チャージ、どれ、どや、間違えちゃった。プラズマ、なんでマジックルーレット来ねえんだろうな。あー、倒しましたね。うわ、厳しい。何分勝ったんですかね。6分52秒。はあ、赤くなるとあれですね。これもう一回あったりなんかして。アストルティアを滅ぼすという夢、人々が望んだ悪夢と我が世界をつなぐ連環は、この悪夢の世界とともに消え去るだろう。貴様の万有によりアストルティアは守られたのだ。せいぜい己を誇るがよい。だが我が実態は不滅。悪夢ある限りダークドレアムという存在は滅びぬ。悪夢を求める呼び声がいずれ、我の見る新たなる夢といずこかの世界とつなぐだろう。ちょっと絵的にはですね、多分面白い。どうなんでしょうか。まあ、動けなかったですからね。まあなんとか倒したということで。今ムービーが1年先か、それとも1000年先か、ほんの瞬きするほどの時間、我は眠りにつくとしよう。ということで、こちらが僧侶2枚と戦士と旅芸人、あちらが魔法戦士と僧侶と誰でしたっけ、戦士と魔法使い、あ、ま、賢者と戦士と、魔法戦士と僧侶ですね。はい、うん、ということでしたが、まだムービーあるんですかね。だいぶ長くなってしまいました、動画が。何でしたっけ、飛竜じゃなくて、いや、偽りの世界の飛竜がなんかもらえるんですよね、確かね。レイミに渡しておいた。グランバーズさんも大変ですね、もう年取ったのに。まだまだやることがあるということでね。ありがとうございました、お世話になりまして。
ってしまいました。グランゼドーラの母が行ってしまいまして、うん、これで終わりなんでしょうか。終わりなんですね。宝箱闇の宝珠、なんだろうな。あ、ちょっと待ってくださいよ、陽子さん死んでますね。どこにいるんだ。レジーナはどう。あ、闇の宝珠と、はい、という感じでございましてですね、一応ですね、まあこのような感じで、ちょっと見えないな全員、こんな感じで、あ、見えないな。五郎さん、部屋着を着て、倒しました。はい、また面白いネタができたらですね、また作ってアップしたいと思います。はい、今日はありがとうございました。はい、どうも失礼いたします。